アメリカの FTC ・連邦取引委員会がマイクロソフトに対し独占禁止法にあたる反トラスト法に基づく調査を始めたとアメリカの複数のメディアが27日、報じましたクラウドや AI、人工知能など幅広いサービス分野が対象とみられます。 クラウドサービスを提供する際に業務用サービスとして人気の高いオフィスとセキュリティソフトを紐づ付けることで競合他社との競争を排除しているかどうかが主な焦点だということです。